流行ニュース福岡でも知ってね。太宰府市出身の福田芽衣です。本日は糸島の漁港に来ています。なぜ漁港に来ているかと言いますと、こちらです。これからのシーズン、牡蠣小屋です。今年も本格的な牡蠣のシーズンがやってきました。この季節を心待ちにしていたお客さんで、牡蠣小屋は連日大にぎわい。今朝は進化する糸島の最新牡蠣小屋グルメをご紹介します。美味しそう。まずは船越漁港のド派手なピンクカラーがトレードマークのお店、服部屋。もう入ってから牡蠣の香りがすごいです。うわ、ちょっとすごい、入り口から牡蠣がたくさん並んでますよ。この牡蠣の種類はどんな種類があるんですか？これは普通の真牡蠣です。真牡蠣、冬に食べれる真牡蠣。うん、これは夏にだいたい食べれるような岩牡蠣。岩牡蠣大きいですね。はい、これが新種の3倍体って言って、僕たち3倍だ3倍だってお客さんには説明してします。こちらのお店では3倍体という新たな品種の牡蠣を生産。産卵をしない品種のため、栄養分を失うことなく、通常の牡蠣より旨味成分がたっぷり詰まっているので。これが3倍。すごい、真っ白ですね。本当にそうです。だけやっぱこれがですね、お客さんが求めとミルキーなやっぱ牡蠣、やっぱ味が濃厚です。まずはこの食べ方でいただきます。そう、焼き牡蠣です。うわー、すごい輝いてる。うまい。一個の満足感がすごい。牡蠣の美味しさと磯の香りと、そしてもう濃厚なクリーミーなミルクがじゅわーっと広がって、いやもう幸せですね。いや見てください、この表と裏にぎっしりとメニューが載ってるんですけど、店長何種類ぐらいあるんですか？100はいってるんじゃないかな。100いってるんですか？豊富なメニューが自慢の漁師のお店、けんちゃん牡蠣。こちらの牡蠣小屋に今シーズン新たに仲間入りしたメニューが、すりおろした山芋にボイルした牡蠣を乗せ、蒸し焼きにした鉄板焼き。さらに若者に大人気のメニューが、牡蠣に韓国風の甘辛いタレをかけたケジャンならぬカキジャン。うん、うん、合う合う、うん、よかった。糸島なのに急に韓国に来たぐらい、身がキュッて締まってる分タレが絡んでて、やっぱ噛めば噛むほどジューシーに。カキ以外にも糸島の豊富な魚介を使ったメニューも充実。今シーズンのイチオシが、店主が釣ってきた自慢のハモを唐揚げにし、甘酸っぱい自家製ソースをかけたハモの甘酢あんかけです。おいしそう。うん、うん、ふわふわふわ衣がサクサクで、中のハモがふわふわなので、タレが結構甘酢なので、唐揚げの油っぽさを、その甘酢が結構さっぱりと、上にマヨネーズが乗ってるので、よりこうコクがあって美味しいです。こちらの牡蠣小屋ではパスタも味わえるんですよ。岸漁港で20年以上愛されるお店、藤丸。人気のペペロンチーノはニンニクと醤油をベースにした和風テイスト。牡蠣の身は贅沢に6つも乗っています。うん、あ、ガーリックのガツンとくる感じと醤油の味がしっかりしてるので、イタリアンというよりかは和風のペペロンチーノです。今まであんまり牡蠣のペペロンチーノ食べたことなかったんですけど、相性抜群です。そして先日店主が思いついた新メニューが、赤いソースに豆腐と牡蠣、そこに粉末状の唐辛子で味付け。そう、牡蠣の麻婆豆腐です。まだ商品化してないけん、
これ美味しいって言ったら商品出します。え、私が美味しいって言ったら商品メニューに、はい、載せます。ちょっとプレッシャーじゃないですか。え、いただきます。メニューで、はい、ありがとうございます。お願いします。うわ、味の辛さもちょうどいいですね。豆腐のすぐにこう崩れるホロホロ感に牡蠣の身がギュッとあるので食感が2倍楽しめて、あとリゾットもしてほしいです。麻婆リゾット、ご飯入れてね、美味しいかった。美味しそうですね。せーの、福岡でもしてるね。